お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 女子プロレスカード2024の開封動画でございます。こちらはですね、ワンボックス18パック入りで、ワンパック7枚入りとなっております。ちなみにですね、スターダムおよびマリーゴールドの選手は入っておりませんので、あらかじめご了承ください。収録選手数大幅アップ、10選手以上が初のカード化となっております。それでは前編の9パック開けていきたいと思います。はい、前編の9パック開けていきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。佐藤、彩子選手でございます。ワールド女子プロレスジアナ所属でございます。でチーチー選手でございます。これはアノサオリ選手でございます。マナミ選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。でこれが桃野美桜選手でございます。こちらでカードを出ます。金箔でございます。ちなみにね、限定カードではございません。ライディーン鋼選手でございます。プレジェイ女子プロレスでございます。ちょっとね、ところどころね、ちょっともどかしいところがありますが、ご了承ください。みゆ選手でございます。ブルーアーマーリングサービス所属でございます。2袋目でございます。ななみ選手でございます。ワールド女子プロレスジアナ所属でございます。稲葉あずさ選手でございます。 JTO 所属でございます。これはサラン選手でございます。アイスリボン所属でございます。これはヒイラギくるみ選手でございます。プロミネンス所属でございます。で岩田美香選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。金箔でございます。レオン、これはプレジェイ女子プロレスでございます。レオン選手でございます。で渡辺智子選手でございます。これはマーベラス所属でございます。ちょっと英語ね、間違ってたらごめんなさい。ちょっと英語ね、苦手でございます。懐かしい選手でございます。はい、3袋目でございます。大ドラ知恵選手でございます。プレ J 女子プロレスでございます。所属でございます。はい、スズメ選手でございます。東京女子プロレスでございます。相川遥選手でございます。でほのか選手でございます。プロレスリングウェーブ所属でございます。で、新井由紀選手でございます。女子プロレス、失礼しました、東京女子プロレス、SKE48 所属でございます。萌え日、失礼しました、春日萌えか選手でございます。ミスモンゴル選手でございます。世界プロレス協会でございます。ちなみにこれ札幌出身でございます。4袋目でございます。アンチャム選手でございます。信州ガールズ所属でございます。チェリー選手でございます。これさやか選手でございます。これはガトーウンウンブ所属でございます。ちょっとね、言い方が違うかもしれませんが、ご了承ください。南光選手でございます。あ、失礼しました、
あ、いいんだ。南光選手でございます。失礼いたしました。松本博代選手でございます。で、これがサリー選手でございます。で、宝山愛選手でございます。これ、マーベラス所属でございます。はい。5袋目でございます。中島翔子選手でございます。東京女子プロレスでございます。芦田美穂選手でございます。アイスリボン所属でございます。ゾネス選手でございます。これはエボリューション所属でございます。で、橋本千尋選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。で、中島翔子選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。で、遠藤アリス選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。で、卑弥呼選手で、ワールド女子プロレスジアナ所属でございます。6袋目でございます。旧姓広田さくら選手でございます。プロレスリング、ウェーブ所属でございます。これは鳥羽美香也選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。で、千田光選手でございます。これは、これは魔界、これは AEW 所属でございます。で、ハイビスカスミー選手でございます。琉球ドラゴンプロレスリング所属でございます。で、尾崎舞香選手でございます。はい、こちらでございます。で、長谷川よしこ選手でございます。で、松本美也子選手でございます。崖の淵女子プロレス所属でございます。はい、7袋目でございます。少々お待ちください。デボラ K 選手でございます。ワールド女子プロレスジアナ所属でございます。ちょっと移動します。遠藤アリス選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。上福由紀選手でございます。星ハムコ選手でございます。アイスリボン所属でございます。北海道出身でございます。志田ひかる選手のね、カードでございます。で、ラク選手でございます。アップアップガールズ所属でございます。で、ひまわり選手でございます。東京女子プロレスでございます。8袋目でございます。サキ選手でございます。これは、COLOI ズ所属でございます。ちょっとね、英語わからないんでごめんなさい。で、小池真由香選手でございます。アイスリボン所属でございます。瀬戸野乃香選手でございます。ガトー、雲部所属でございます。野崎、これ渚選手でございます。中島有沙選手でございます。シェアリング所属でございます。ちょっとね、ちょっと英語わからないんでね、ごめんなさい。所属まではね、ごめんなさい。で、梅崎遥選手でございます。ワールド女子プロレスジアナ所属でございます。
で、猫春菜選手でございます。東京女子プロレスでございます。で、前編最後の9袋目でございます。あかり選手でございます。PU アルイデ女子プロレス所属でございます。で、秋野選手でございます。オズアカデミー女子プロレス所属でございます。で、桐生真宙選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。で、真瀬優奈選手でございます。頑張れプロレス所属でございます。で、サリー選手でございます。金髪でございます。で、松本ひろよ選手でございます。はい。で、直筆サインカードが出ましたね。これは、すずめ選手でしょうかね。これ、言い方、間違ったらごめんなさい。こちらでございます。で、こちらがですね、90C でございます。はい。ですね。以上で、BBM 女子プロレスカード2024の開封像が前編を終わりたいと思います。後ほどですね、後編の、チップ袋開封、いきたいと思いますのでよろしくお願いします。10袋ではなかった、9袋でございます。大変失礼いたしました。ぜひお楽しみください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。あとですね、ちょっと呼び方が間違ったりね、所属が間違ってたら、ね、申し訳ございません。はい、ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。